すだちでキュン。ではすだキュンアフタートークです。今回みなみちゃんに来てもらいました。はい、石田みなみです。お願いします。お願いします。まあ、今回ね、みなみちゃんが ST48 のメンバーとしては最後のすだキュンということで、はい、ね、なので今回は、はい、まあ、ここだけの話、今までこうあんまり言ったことないよっていうましちゃんとこうみなみちゃんの2人の話をしてもらおうと思うんですが、なんかこう2人でお出かけしたりとか、まあ、みんな一期生とかでもいいんだけど、うんうん、なんかこう、うん、秘密の話ありますか？秘密の話、マヒと多分2人でお出かけしたのってもう数年前ほんまに初期の頃にそうなんだ、うん、にめっちゃ喋った、うん、喋って、うん、差しはあんまりないね。差しはあんまりあんまりないけど、でもそうです、それこそ私今めっちゃマッサージ好きで、うん、定期的にマッサージ行くんですけど、うん、マッサージを教えてくれたのはマヒナです。そうだそうなんだ。そうだね、ここいいよって。今日私行くから一緒に行こうよって言って、うんうん、急遽二人で行って、でなんかマヒもそのお願いしているマッサージの担当さんが結構1時間後しかできなくて、うん、でマヒはこの人がいいから待っていいって言われて、うん、いいよって言って、その間になんかご飯ファミレスとか多分行って、うんうん、そこでなんかゆっくり喋ったっていう記憶があります。覚えてないでしょ、ね、いやなんか今言われて思いました。あっそっか、うん、そうなんだね。そういう関係そういうどういう関係え、なんかどうでもこう2人で覚えてる思い出とかなんかある、うん、でも私はまあみなみと、うん、それこそ一番仲良くなってこう絆が深まったのは、うん、あのセプトの あの STU のねコラボのセラミなんだけど、うんうん、今もあの LINE の名前は石田みなみティオに、うん、初耳ちょっと待って、もう一回ね。石田みなみ、石田みなみティオっていう、うん、あの時のティオっていう役だったから、役名だよね、うんうん、あの名前、LINE の名前を石田みなみティオに変えて。だから LINE が来るたびにティオから LINE が来る。分かった、じゃあさらに変えるよ、じゃあ。谷口真比奈さらに変える。そうなんだ。真比ちゃんの中ではそのティオっていう役名がすごく印象的だったんだ。そう、あれが本当に、それこそね、ほんまに。ちじま、なんか役柄的にも、うん、その、うん、マヒナがサラっていう役で、うん、あのオキちゃんがニーナっていう役があって、うんうんうん、私がティオでなんかサラティオニーナがなんか仲いい3人組みたいな、うん、本当に兄弟みたいな、うん、姉妹みたいな感じの役だったから、セリフも絶対一緒に時に言ってるし、うんうん、なんか近くにいるしみたいな、うん、本当に掛け合いも多かったの で、うん、で私は舞台初心者で、うん、マヒはちょっと舞台経験があったりとかもして、うんうん、あ、そうだね、言ってたよねその時もね、前もね、すごく頼ってなんか残って2人でその掛け合いの確認したりとか、うん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 、っていうのもした。確かにその時にめちゃめちゃ深まった気がする。そう、やっぱお互いのことを知らないとできない役だった、うんうん、あ、そっか、うんうん、必然的にも物理的にもすごい一緒にいる時間、うん、話す時間がすごく長かったから、うんうん、確かにその時に生まれたなんかやっぱ絆はやっぱりあるなって、うんうん、あ、そうなんだね。前の須田健でもすごいマヒナちゃんが女優魂があるって話を多分みなみちゃんが教えてくれた気がする女優ね、そうだよね。そうだね。あ、そっかそっか、うん、そういうところでこう絆が深まっていくんだね、うん、一番はそこかもしれないですね。わあ、そっかなんかこうね、あの須田健の中ではマヒちゃんからみなみちゃんの言葉はあったと思うんだけど、うん、逆にこうみなみちゃんからマヒちゃんにこう送りたい言葉はある、うんうん、え、でもさっきも休憩時間本当に多分結構深いね、使えないような深い話、使えないっていうか深すぎて使えないというか、うん、本当になんだろう、これからの人生の話を、うん、忖度なしにずっと語ってて、うん、本当にいろんな今話も聞いて、あの自分のことも客観視できるし、周りのこともあの見れるからこそ、あの好きに生きてねっていう好きにね、うん、好きに、でも好きに生きてるって思ってると思うけど、うん、どこかやっぱり、うん、周りが見れるからこそ、うん、ここは自分じゃないとか、うん、そういう守るというか譲る場面ももしかしたら今後グループであったりするのかなって分かんないけど思ったので、うん、もう一期生何年目だろうと、マヒナに来たお仕事はもう全部取って、みんな取って取って取って、うんうんうん、異性のもう
看板というか、一気に支えてほしいなってグループを思います。わあ、すごい。でも本当に、須田級メンバーよく言ってるよね、まひちゃん。もっと甘えていいよ、みたいなね。こう、貪欲に言っていいんだよって。なんか、すごい遠慮しちゃうところがね、あるもんね、まひちゃんね。やっぱよくわかってるね。そうなのかも長ね。年のメンバーはね。甘えれるメンバーがどんどんいなくなっちゃうから。面白い。ね、でも逆にさ、こう卒業したからこそ新しい関係で話しやすくなったりするんじゃない？確かにね。なんか、やっぱ同じグループだけど、やっぱりこう、競争なんか、しつつ、こう、お互いにこう、ね、高め合うあれだったから、なんかやっぱそこがフラットになるってこ確かと。に今までね。言えなかったところももしかしそうて言えるようそになるかもしれないし。いい関係ができるかも。それはありそ楽しみだね。じゃあう。これからの関確係。かに。あと卒業までにお願いしたいのは、まひなちゃんにコーデを組んでもらうみなみちゃんがね、今日さっきの中で出てきたから、ぜひ一回お願いしたいね、まひちゃん。本当にしたい。普通に買い物行くわ、じゃあ。めっちゃ嬉しい。それをぜひ携帯で撮ってもらって、もしよければ YouTube で使わせてください。全然。お、めっちゃ嬉しい。マジよ行こう、かっじた、ゃあ。いい、そこ決でままったたゆっくりね。話せるから。そうだね。おお、じゃあそれをまたまひちゃん、須田君で報決ま告りしましてくた。ださい。ではいつものポーズで締めましょう。左手が巣立ち、右じゃあ手まが。ひちゃんキュン、いきます。せーの。すだ巣ち立ちで。でキュン。ピュン。今日のゲスト、石田みなみさんでした。みなみちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。